それでは、商品の属性値抽出タスクにおける分析エラー分析とを今回紹介します。そして、まず概要ですが、まずこれ、属性値辞書を作成して、それを単純な辞書マッチに基づく抽出システムというのを構築して、でそれを人手によって人が、分析、属性値をアノテーションされたコーパスに対してそのシステムを適用して、でそれによった、フェイスポジティブフォルスポジティブフォルスネガティブ事例の分析を行うっていうもので、それによって誤り事例をなくすためにどのような処理やデータが必要かを検討するという内容でした。でちなみにその時の分析に使っているデータというのが、オンラインショッピングのサイトで、5つのカテゴリーに分け、それごとの20個ずつを計100個の商品のページに対して行い、で、その属性辞書っていうのは、そこからその商品の中の表や箇条書きといったような反構造化されたデータから自動で構成したものを使っていました。そしてまずはじめに、属性と属性値抽出っていうのは、例えばフランス産のシャルドネを配した辛口ワインというものであれば、まずフランスという単語から、それ生産地っていうのがフランス、そしてブドウの品種っていうのはシャルドネで、そのワインのタイプというのは辛口であるというのを自動で抽出するといった感じに。で目的、この研究の目的では単純に抽出するための抽出システムっていうのを作り、その結果からそのタスクでどのような課題があるかというのを、またはそのエラーがどういうふうに起きているのかっていうカテゴリー分けをするものでした。そしてまず対象としてたデータですが、楽天の、ワイン、シャンプー、プリンターインク、T シャツ、キャットフードという5つのカテゴリーからそれぞれ20個ずつ、でそれぞれに、図のように、この表は人の手で実際に分類した時の、これ属性値数はこれは実際に人が分けた時にこれだけの数がそれぞれの、商品のページからあったという。そして分数はその合計の100ページの中にこれだけの分数があったということですね。そのページの中で実際に使っているのがこの、タイトルと商品説明文、販売方法別の説明文の中から抽出属性を抽出すると。でその時の、ルールというようなもので、例えばフランスのブルゴーニュ産というのは、フランスとブルゴーニュ産っていうのにそれぞれ分けるのではなく、フランスのブルゴーニュ産というのでもう一つの、情報としてアノテーションする、一つのそれをもう属性としてアノテーションするというように、できるだけ長い文章として取るということや、他にそのフランス10ブルゴーニュ産というような記号で分けてられている場合はそれぞれ別々というふうに判断する。で、ただ固有名詞と人の名前とかの点や数値サイズの、100×100 といったようなあれは、今回例外として一つにまとめる。そしてまた括弧でブルゴーニュの括弧フランスといったようなものの場合もはこれもまたブルゴーニュとフランスで別々に分ける。ただし、コットン 100%、コットン括弧 100% といったようなものは、分けずに一つとして属性値とすると。そして、この実験で実際にどういうふうに抽出してたかっていうので、まず、
この4つのパターンに当てはめると、で、エニーっていうこの中の、エニーっていうところが、属性値となって、でまず属性値を探して、それ、指定した属性値があれば、その文章の中から、そのこの4つのパターンに合うように、ATTR というやつをがその属性値の属性というふうに割り当てるといった形です。で、ただでその時に、まあ抽出するした後ですが、同じ意味を持つものっていうのは今回は、一つにまとめるというふうにしていました。でその分ですが、属性 AB が同一のっていうので、まあ、同じ表などに含まれていて、さらにその表で例えば、同じ属性が使われているというのは、例えば、生産地と生産国っていうようなものが同じ表の中にあって、それがどっちもフランスを表すと書いてあれば、もうその属性地というもう属それは同じものだから、どっち、国生産国と生産地ではもうどっちかに統一しようというようなものですね。でただでそれで、まあ、実際に自動で属性地表を作って、それを人の手で人が一つずつ確かめていった結果で、正解率がこの表のようになります。そうすると、T シャツっていうのが著しく小さくなっているっていうのが分かって、でその原因っていうのが、まあ、例で言うと例えば、身幅や着丈っていうのが同じような長さとして例に出ており、例が、まあ、データが出てしまった場合に、それがまとめられてしまって、でも実際にはこことこの2つは違うものとして判断しないといけないのですが、まあ、それが、まあ、頻度が高い方に、というので、まあ、身幅とかに集約されて正解率が下がってしまったっていう結果でした。ただ、まあ、他は 80% とかで割と高いっていうことは分かりました。でエラー分析、これが、その、人の手でやったものと、実際に機械が自動で翻訳したもののエラーの種類のあれですね。で実際に、この中の、さらに、フォルスポジティブのデータを引っ張ってきて、それをジャンル、まず誤辞書が属性と属性値に基づく属性値が抽出され誤って抽出されているっていうのが、全体の 67% ぐらい、そして、そもそも抽出してくるページが間違っているっていうのがその 5% で、商品と全く説明のないところから、商品の説明をしていない文章から引っ張ってきたっていうのが、9.4% ぐらいでした。で、これで全体で 80% ぐらいで、まあ、他には例えば細かいところで言うと、残りの 20% ぐらいの部分では、アノテーションが人のあの手作ったものと機械でやったのに部分的には合ってたんですけど、完全に一致してなかったっていうので、それが違うって弾かれてしまったものや、他の、エンディティティのいや、まあ、はい、他のエンディティティの部分文字列からの抽出や、まあ、当該属性値の説明とは関係ないものや、属性値の多義性、
エメトリによる、メトニミに起因する属ご抽出や携帯素解析の過分割によるご抽出、商品ページ内の誤った情報からの抽出といったものがありました。はい、そして、次にフォロスネガティブの分析というので、意表記すら、その分析では大きく分けて3つがあって、それで意表記すら辞書に含まれないもので、意表記は辞書に含まれている、または抽出の問題でそもそも問題が起きているっていうような問題でした。で、意表記すら辞書に含まれていないっていうのは、例えば、固有名詞というので、機種の名前っていうのがそもそも、辞書に登録されていないので、抽出されなかったというようなものや、そういうふうに固有、ほとんど基本的に固有名詞が、はい、辞書に含まれないのでできなかったっていうので、表記があったっていうのは、例えば一番上で言うと、ハイフンが、テキストの中ではハイフンがあったけど、辞書では実際ハイフンはない状態で、登録されていたっていう場合や、2つ目のこれは、ハイフンと長音っていうので記号の違いっていうのがあった場合、他にも略語や翻訳、言い換えや、設備時の有無、翻訳時の違い、小数点、あと送り仮名っていうような違いですね。で、それらの結果をまとめると、今回の課題や処理やデータの、今回のかえあ属性値を抽出する課題としては、より、質とガバレージの高い属性や属性値の辞書を作るといったことや、適切でない商品カテゴリーの検出をしてそれを省くといったこと、または、固有表現を、その商品の名前とかをきちんと認識できるようにする。そしてまた、その説明文がちゃんとその商品の説明をしているかといったことを認識する。で、または属性値を抽出する際に、サイズとかは、基本的にその多義性でいろいろ含まれてしまって、単純に、その長さとかでは分別す、判断するのは難しいので、それをどのように解消するかといったこと、またメトニミーの認識、そして辞書とテキストがもう完全に一致するのではなく、もう、柔軟にもう少し、条件を軽くして、マッチングできるようにするといったような処理が必要になるということが分かりました。はい、以上で終わります。